染色祭のパレード風景1染色祭は1931年から1951年にかけて京都府京都市で4月に行われていた祭り。同祭は染色を司る旧柱の神を立て祭る祭祀と女性時代衣装行列を含むパレードから構成されていた。京都の三大祭りである青い祭り、祇園祭、時代祭とともに、 春の京都を彩る盛大な祭りであったが、豪華絢爛な女性時代衣装行列は1937年以降の日中戦争の機運の高まりにより、自粛されてから復興することはなく、祭祀も1951年まで続けられたが、その後は取りやめられ、廃絶した。大正末年から昭和初期にかけて経済的な不況が続き、京都の基幹産業である。 染職業の振興を図るため、1930年秋、官民有力者によって染職祭の計画が提唱されたのが始まりである。ちょうど翌年の1931年4月1日には、地域が拡大され、大京都市が誕生する祝賀ムードもあったため、この計画を具体化すべく取り組みが進められた結果、スケジョー京都府知事、時京都市長、 大沢京都商工会議所会等によって正式に発表され、同年2月16日京都ホテルにおいて、染色業界代表者参集のもと、染色祭の主体となる染色校舎が創立された。染色校舎は名誉会長に、ス上、新一、会長に、時キ平、副会長に、大沢徳太郎、理事長に、安川和三郎がその職に就任し、 全国染色関係者が、表議員並びに常任理事、理事の職に就いた。平安神宮内に本部を置き、1、染色祭の挙行、2、染色祭と関連する施設の創建、お事業とし、京都市佐京区の岡崎グラウンドに建設された祭壇において、京都府神職会によって選定された、天太の織姫神、阿莫宇神、天日和紙、流しら葉神、検診、 捕食人、小畑千姫神、クレオリ神、鑑識神の旧神を採取した。1931年4月11日から12日の2日間に、渡り開催された第一回目の染色祭は、祭祀と関係者らによるパレードにより構成された。祭祀の風景祭祀は、玉串放納を中心にして、初日は午後1時から、翌日は午前9時からの2日間に渡り次の通り、 取り行われた。祭主は東山平安神宮宮寺、祭主は土器染色校社会長である。染色祭のパレード風景にパレードは、祭主が無事終了したことを祝い参敬する目的で行われ、染色校舎、染色業界に関わる団体、料理飲食業、映画関係者、新聞社等によって行われた。祭主の関係者を乗せた自動車や、 華やかに装飾された、屋台車、揃いの衣装に身を包んだ関係者らのパレードは、午後1時に、京都府庁舎を出発し、丸田町通りへ、丸田町通りを、カラスマーへ、カラスマーを市場通りへ、市場通りを、議論委主段へ、東山線を二条通りへ、二条通りを東へ、公会堂前を通って、終点となる、岡崎グラウンド斎場までを練り歩いた。 午後1時半から2時までの間に、京都市内七日街のゲ芸儀ラ735名が、揃いの日傘、衣装にて行列に加わった。女性時代衣装行列の風景一初年度は、祭祀とパレードという構成であったが、各方面から祭りを賑やかすための催し物の一つとして、大衆行列の企てを願う声が上がった。これは1895年より、 毎年平安寺イングルで開催されていた時代祭の時代紛争行列が支配階級の男性陣で構成された時代行列であったことに対抗したもので、上古時代から江戸時代後期にわたる女性の時代風俗を復元するため、古来から京都で培われていた高度な染色技術を結集し、当時京都に揃っていた夕食古地図時代風俗研究の専門家、 7名の協力を得て、計画からわずか2年間で交渉し、復元にこぎつけた。短い期間でありながら、総勢143両の衣装を、各時代で実際に使われていた技術を用いて、忠実に再現できたことは、優秀な人材と高い技術力が、当時の京都に結集していたからこそ、可能となったのである。女性時代衣装行列の風景に初年度、次年度は、 調査機関に充てられた。当初は男性のみの紛争行列であった時代祭に対して大衆行列を計画していたが、京都の染色技術を十分に発揮したものを制作するため、風俗行列に変更された。復元は、下着から表着、帯、道具に至るまで全ての衣装が扱らえ割れ、1932年には、まず平安時代の女性風俗を再現した。 安らい花踊りの衣装が、翌1933年には残る7つの時代の衣装も完成し、京都市内初遊郭のゲーギラにより着用され、女性時代衣装行列が挙行された。1937年7月に発生した、露光橋事件を皮切りに、次第に日中戦争の機運が高まるにつれ、豪華懸乱な時代衣装行列は、未曾有の自変下であるに鑑み取り留めとなり、 以後復興することはなかった。また、染色祭自体も、祭祀のみは1951年まで続いたが、その後取り留めとなって、以後復興することはなく、歳月を経て、染色祭はいつの日か人々の記憶からも消えてしまった。戦争の機運で同じく取り留めになっていた、時代祭は、戦後間もなく復興し、染色祭の時代衣装行列における、女性の風俗行列という意思は、 戦後の時代祭の行列に反映された。1950年、井の熊兼重、吉川官報、江松と村の風俗交渉によって、桃山時代婦人列、鎌倉時代婦人列、藤原時代婦人列の三つの女性風俗行列が新たに加えられ、その際に用いられたのは、染色祭の時代衣装であった。以後、 時代祭は次第に女性紛争行列を充実させ、小族も自前であつらえられたが、その際に参考にされたのも、染色祭の時代衣装行列であった。染色祭の運営を主体としていた、染色校舎は祭りの復興が叶わずその役目を終え、時代衣装は本部のあった平安神宮内に保管された。1951年、 時代衣装143両すべては、社団法人京都織物卸商協会に譲渡され、現在も同協会により保管されている。時代衣装は、1984年に宮崎友禅祭、生誕330年を記念して開催された京都染色祭りにて、およそ50年ぶりに使用され、かつての染色祭行列の再現が行われたが、女性時代衣装行列を含めた、 染色祭そのものは1937年以降一度も復興されていない。ありがとうございます。